こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、冬にぬくぬくしながらがっつり美味しいものを食べまくろうのコーナーでございまして、本日は寿司しゃぶしゃぶゆずあんさんにやってきておりまして、冬のメニューすごいのが今登場しております。メニューを見ていきますと、まず2680円のコースがありまして、これは豚しゃぶしゃぶのコースでございます。ただこの時点で正直むちゃくちゃメニュー盛りだくさんですし、お寿司もがっつりいただける感じになっております。でお蕎麦とかスイーツももちろんいただけるんです。で次に行きますと2980円のコースがありまして、こちらは牛しゃぶしゃぶが入ってくるといったものでございまして、当然こっちもお寿司とかいろんなものが、あ、ちょっとこっちのピロンのところの甘味ところのこっちのスイーツもいただけるっていう感じでしょうか。でちょっとお寿司の種類も増えたのかなっていう印象です。でもう一個開いていきますと、こちらなんと牛しゃぶしゃぶプラス上寿司が入ってきまして、3480円でこうなってきまして、上寿司のコーナーが飛び出してまいりました。でここからなんとカニ、サーモンとイクラのやつとか三色海鮮で、またカニの手巻き寿司も入ってきて、イクラまであります。で炙りサーモンハラスとか超長いやつとか炙り上アナゴもそうです。ここに来ますとなんと寒ブリ、これが冬限定の寒ブリ、そして大粒ホタテ、赤エビ、縁側先輩までいらっしゃるという大盤振る舞いぶりでございまして、さらにめくっていきますと3980円のコースがありまして、こちらは A5 黒毛和牛が入ってくるといった、さらに季節の一品ですね、こちらの寒ブリとかカニとかいろんなものも入ってくるよっていう状況でございます。今日はもうカニ、カニ、寒ブリ、ホタテ、縁側ということで、注文するのは3980円のコースを注文しつつ、やっぱり今の時期すき焼き半端じゃなく心躍るでしょ。だからこれ注文して、もう一個のお出汁は、これでしょうね。まずはこのカニの茶碗蒸しが先付けで出てくるそうでございまして、もう自動的にカニ尽くしパーティーが始まろうとしています。ありがとうございます。カニの方をちょっと注文できる、今マックス6貫までできるみたいなので、6貫もいきなりいっちゃいましょう。寒ブリ、ホタテ、イクラ軍艦もとりあえず2貫ずついっちゃいましょうか。ではこちらをすりながら待つとしましょう。先出しのはい、ありがとうございます。先出しのことが出ていた、はい、でよろしければ最初においしいしゃぶしゃぶのお召し上がり方を説明させていただきます。あ、ぜひお願いします、はい、箱出しの方からお願いします。じゃあね、はい、はい、じゃあ1枚ずつ、はい、いただきまして、はい、8の字になるように、はい、1枚ずつしゃぶしゃぶしていただきまして、はい、お色が変わりましたら入れていただきまして、お召し上がりください。はい、焼きあご一番だし、お味がついております。よろしければそのまま召し上がりください。わかりました、いただきます。とんでもないお肉きたぞ。じゃあ、あごだしのシンプルな感じで。なにこれ、これでもかっていうくらい甘さが広がる。そりゃそうだよね、見てわかるよね。サシが芸術的すぎませんか。あのね、本当にきめ細かかったな、今食べたやつで。柔らかさと食べ応えが同居して、めちゃくちゃ甘さと旨味が飛び出してきたんですけども。では卵を溶いていきまして、すき焼きの方も楽しんでいきましょう。スッとスッと、じゃあ入れちゃって八の字を描く感じで、まずはこっちのお出汁でお肉をちょっとね、でここにお肉を入れてしまうと、で絡めてしまうと、うわはははは、うん半端じゃないね。いや今日はっきり言って主役が誰だか分かんないドラマみたいな困惑するような食べ放題だわ。いやすごいよ。うん、なんじゃこれ、甘いお肉がさらに甘いお出汁をまとってくる感じで、卵のまろやかな甘さ、また何この美しい光沢。でもカニ、カニと一緒に全部がとろけていく感じ、たまんないよね。
広がりすぎるでしょう。ふわっと、はい、いただきます。うわー、いただきます。豪華。カニ、カニ六貫の迫力よ。すごい美味しそう。なにこのしっとり、しっとり美味しそうなこの佇まい。うわー。そしてカニだけでは終わらずに、はい、来ました、ホタテ。ホタテさん登場で、ブリ、寒ブリがもう鮮やかに存在しておりまして、いくら半端じゃないね。豪華。何これ、もうわけわかんないくらい贅沢ですが、じゃあカニ、カニ寿司も行きましょうか。いいね。うん、めちゃめちゃうまい。で、至れり尽くせりすぎる。だって殻からさ、身をさ取ってご飯に乗せて出してくれてるってことでしょ。何そのごっつぁんゴール感、お膳立てされすぎてるでしょ。うん、では寒ぶりの方もちょっといただいていきましょうかね。まずはこう切って、はい、おー、うん、うまい。寒ぶりの中でも相当うまい寒ぶり。次どれ取るかっていうのはすごい迷うお寿司だよね。 UFO キャッチャーだったら、いや、どの景品狙おうかなって困惑するやつだ。で、結局2ついっぺんに行こうかななんてしてさ、どっちも取れないみたいなことによくなるよね。で、ホタテも、うん、あー美味しい。グリーンとした食感の後から襲ってくるクリーミーな甘さ、うまさ、どことなくミルキーなやつ。なんて美味しいホタテなのでしょうか。たまんないよ。そうしましたら、今度はお肉、またいろんな種類ありまして、豚、牛で、タンもあるんです。なのでこの3種類もいっぺんに注文しまして、またすき焼きで食べちゃいます。はい、こん中に入れます。ちょっともう一気に入れる、もう。はい、そうしましたら一気に掴んでいく。これが食べ放題の醍醐味ですよね。んで、ドーンと絡めまくりますと、うん、いや、これも結局香り高いし、脂身ブルンブルンですから、うまいよね。うん、そんでその合間にイクラいっちゃうみたいな。だからイクラも本来だから主役張れるんですよ。うん、牛とタンが残りまして、じゃあタンの方をね、顎出しでいただいていきましょうかね。こうきまして、うん、コリッとした存在感、うま、すき焼き用のお野菜がきまして、あと柚子ネギも注文しました。これ美味しいんだよね、巻いて食べると。これでこそすき焼きですよね、やっぱりね。しっかりお野菜もドンと入れて、柚子ネギなんですけども、まずこのくらいつまんでスッとこっちに入れるんですね。こんな食べ方僕大好きなの、はっきり言って。スッと入れて、ちょっとね、湯がきましょうよ。先にデートの待ち合わせに来たネギに対して、後から来るちょっとね、ふてぶてしい牛肉、ちょっと待った、ごめんって言って登場してきます。で、待ってる時間も幸せだからなんて言われて、ちょっとニコニコしたりしながら、こうやってこのお肉でネギを巻き込んで、うん、こういうことなのよ。だからこのネギのパターンうますぎるから、もうネギをもっとどっさりこっちにも入れちゃいまして、だからこれお隣さん同士でお肉の奪い合いという現象が起きていますが、今度はじゃあこっち湯がいていきまして、これもこれでまた具材をまとって帰ってくると。うん、ずるいほどうまい。もうそりゃそうだよね、長ネギとの相性もまたいいんだね。うん、さあこうなった時点でまたお肉がなくなってますので、何注文しようかなみたいな。うん、さあそんなわけでお肉を追加するじゃないですか。でね、すき焼きでいこうかしら、ネギでいこうかしら、まあ今はネギがいっぱいあるからネギでじゃあいこうかしらみたいなことを思うじゃないですか。
ただ皆さん、ごまだれ先輩もいますからね。で、お肉をさ、どのタレでいこうとか悩むじゃないですか。でそれで頭いっぱいになるんですけども、そういえばカニとかイクラもあるんだぞってことにまた気づいて愕然とするよね。うん。で結局もう結構お腹もねだいぶ満足してきてるのに、ごまだれ行きたくなっちゃうからおかわりして、で見ながらね、美味しそうだななんて思いながら、こうやってまた八の字描いたりしまして、でこう取ってきて、ごまもふわふわふわっとかけちゃいます。やっぱごまだれ最高に美味しいね。結局ごまうまいよね。で今のでまたおかわりのお肉全部食べちゃったから、だけどちょっと待てよと、これすき焼きの具材がまだちょっと残ってるぞと、ということはこれを使ってもう一すき焼き行くしかないってなって、あ、またお肉追加注文かっていうことになるじゃないですか。もう胃は結構落ち着いてるんですよ。だからゆずあんさんさ、あのこのネギとか、さっきのゆずネギとか、ゆずがすっごく効いてて美味しかったりとかするんですけども、このお店に来ると自分の胃袋に対してゆずが引きません。